皆さんこんにちは、谷口信弘です。今回はですね、まあ見たことも聞いたこともなかった、車のですね試乗なのですが、こちらです。何の車か分かりません。一応今分かっているところで申し上げますと、中国の、メーカーでシャオミというメーカーの SU7 という車でございます。自動車メーカーというよりはどっちかというと家電メーカーさんが車を作って今年、売り始めたという車で、エンジンではない電気自動車で、馬力が673馬力で、オールホイールドライブ四輪駆動、それを、カーズジャーナルさんっていうところが購入してカスタムして、日本まで持ってきて僕に乗ってくれということでございます。じゃあちょっと乗る前にちょっと話を聞いてみましょう。よろしいですか？はい、はい、あのね、この車の紹介ですか？あのね、何、ちょっと待って、気になる、何、これ何、これは何これは、あの、ガールズバンドくらいのアニメの服です。なるほど、はい。こういうバンドの方たちがいるわけね。うん、脱退。アニメ。はい、アニメです。この車の改造ポイントを教えてください。うん、はい。まずはね、うん、自分が作ったあの、うん、エアローパーツ、ね、はい、こっち向いてね、はい、こっち向いて、はい、まずはね、うん、自分が作ったあのエアローパーツ、これは、フラントスプリッター、うん、はい、そして、はい、あのセミスリックのタイヤですね。セミスリックじゃない、タイヤ、ラジアルタイヤ、あ、はい、芝タイヤです、はい、芝タイヤ、はい、R23 のでもこれはドリフト用のタイヤですね、うん、ドリフト用のタイヤ、はい、なんでタイムアタックなのにドリフトをつけてきたの？多分中国にはこれしか買えないな、そうか、うん、中国で売ってるから、はい、ということね。そしてこのブレーキングもインスピードさんの使って、インスピードの、はい、中国のブレーキングです。ワリスさん知ってますか？はい、ワリスさん知ってます。これはワリスがあの86に作ったウィング、うん、そのままこの車に使用した、うん、ちゃんとワリス製ね、はい、の本物です。本物ね、カーボン、はい、よかった、はい、あの改造ポイント他にはサスペンションは？サスペンションは、うん、ノーマルです。ノーマルないもんね、はい、ないもん。他のつけるわけにもいかないしね、うん、他に改造ポイントは？他はないな。板車は改造ですか？あ、そう、ラッピングね、はいはい、それと中にあの、うん、助手席は、うん、なしね、はい、なしです。助手席はノーマルを取っ払ったと、はい、うん、後ろの席もなし、はい、うん、そんなぐらいかな、うん、そんなぐらい。あとデスは、あ、そうだ、あ、フラントは忘れた、はいはい、フロント、はい、フラントは、うん、一番大事の LSD ついた、うんうん、どうやったの？どうやった？なんか他の車の持ってきて使ったの？いやいやいや、中国のメーカーさんが自分で作ったんです、うんうんうん、ああ、そうなんだ。そうです、オリジナル作っ、ワンオフで作ったんだ。はい、だってこの車は新しいなので、うんうんうん、ないからね。はい、ないです。うん、普段この車はもう中国とかで走ってるの？サーキットとか。あ、はい、あの上海の天満サーキットに走った、うん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 、そしてあの宁波サーキットも走った、うんうん、誰が乗ってんの？あ、今日はいないね。いない。彼は今喘息だから ICU に入った。おおお彼は、うん、あの先日この車ここに、うん、乗ったら、うん、あの1分2秒8、うん、おお、1分2秒8だって早いね。うん、うん、まあでもノブさんは必ずもっと早いかと、うん、おー、任しとけ、うん、任せ。つくばのノブちゃんって言ったら有名だからというぐらいの情報で、こちらのなんだっけ名前、この車のシャオミ SU7、 SU7、 うん、7、はい、乗ってみたいと思います。ノブインプレッションそれホットバージョンでなんせね、今マジ初めて動かしたんだけど、な
んかゴト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 言うのどうしようこれ。荷物がなんか動いてる音がするけど。これでね、いきなりタイムアタックしろっていうわけですよ。で、バッテリーの関係もあるから、さっさとアタックしなきゃいけない。ゴロゴロうるさいな、あのポッケの中だな、物が入ってんの。すげえゴロゴロ言うんですけど。でもなんとなくで参りますが、おお、馬力がね、673馬力って書いてあるんですよ。車重が2200。ではちょっと行ってみます。なりにね、なりに。ブレーキ早かったか、さすがに。足はノーマルということなんで柔らかめですね。ちょっとゴロゴロうるさいけど、やっぱね、モーターだけあってまず静かなのと、立ち上がりパワーのレスポンスがいいというかね。車としてはちょっとアンダーステアだな。今1分2秒7。基本四輪駆動だからすごくトラクションあって、ぐいぐい前にオーバーステアとか出ることもなく前に蹴ってくれるんですが、ちょっとねアンダーステアだね。アンダーステア、これをなんとなくもうちょっとこのモーターで左右差を出して旋回する方向に使いたい感じがするけど、今だと後ろの蹴りが良くて外へ外へ膨らんでいこうとする感じだね。脱出はすごいけどね、ブレーキをあんま奥まで行く気にならないな。脱出のトルクはすごいよ。3秒3か。乗りやすいは乗りやすいですよ。オーバーステアが全然ないから。あ、そうか、ウィングとかついてるもんね。足がねだいぶ柔らかいんで、もうちょっとロールを抑えたい感じはありますね。まあでも今2回こうつくばアタックしてみて、だいぶ不安感はなくなってきましたね。このシャオミというメーカーの SU7 乗ってみましたけれども、まあかなりいい出来というかまともだったと思います。もちろんね、その自動車メーカーが今日走るために用意したわけじゃなくて、この
カーズジャーナルさんたちがこの車買ってなんとなくね今カスタムして持ってきただけなので、まだ今から伸びしろがあると思うので、今日のでまだやる気になって、まだチャレンジしたいということなので、これからのねこのカーズジャーナルさんたちのこの SU7 どんなになるか楽しみにしたいと思います。ということで今回はここまで、また来週お会いしましょう。